こんにちは。今回はね、暗号通貨の暗いというね、テーマでお届けしようかと思いますね。暗号通貨の暗っていうのはまさに闇の通貨じゃないですか。暗号ですからね。なんていうのかな。今まで私たちが使ってたような紙の通貨、見える通貨ではないわけですよ。PayPayとかも見えないんですけども、PayPay運用とかで見えたり、ポイントがパッと出てたりとか、割と身近だと思うんですよ。で、いろんな場面で見ますしね。でも飲食店に行っても、ショッピングセンターに行っても、ビットコイン決済可能ですみたいなところほとんど見ないという意味で言うと、お金は動いてるんだけども、リアルで動いてないみたいなね、まさに暗号通貨なんじゃないかなと思うんですよ。前回の動画では、受け継ぐ、受けたまるみたいなね、継承の承っていう字を使ってもらいましたけども、テクノロジーを受け継ぐものと、あとはテクノロジーが廃れていくものと、様々なものがある中で、今ね、暗号通貨っていうテクノロジーが、割と最先端、ブロックチェーンと言われてますけども、でもそれをね、人類が必要としない暮らしに入ったら、やっぱりそれは廃れていくんだなと思うんですよ。で、まさに今ね、それが起きてるとは言わないんですけども、暗号通貨市場ってものすごい下がってるんですよね。だからね、2週間ぐらいでね、全銘柄4分の1ぐらいになって、で、多くの人が、いわゆる投げ売りをしてるんですよ。投げ売りをするから価格が落ちるんですけどね。でも片っぽではリーマンショックみたいに落ちてるから買う人もいるんですよ。どっちが儲かるのか明らかですよね。落ちてる時に買える人って余剰資金がある人で、落ちてる時に売らざるを得ない人って余剰資金がない人なんですよ。このね、不分率ってのはいつまでたっても変わんないですね。だからこういう時に余剰資金で勝負してる人ってのはなんかプラスアルファで買ったりするんですよね。だから暗号通貨の値下がりによって暗い気持ちになる人と、その暗い気持ちを食らうね、羅刹みたいなそんな人がいるわけですよ。どっちが本物の投資家さっていうのはね、明らかなんですけども。かといって、安い時とか値段が下がった時に買うのってのは、それ相応のね、リスクをしょうがないといけないし、度胸がいりますよ。ということで、怖いところもあるんじゃないかなと思います。ただやっぱりこう闇があればね、光があるじゃないですけども、今まで暗号通貨の世界っていうのは、値段が下がった時にね、買える人が、買っていたわけですよ。で、値段が上がった時に利確をして売るからまた値段が下がるみたいなことを繰り返して市場が大きくなっているっていうところを考えたら、右肩上がりではあるんですよね。で、暗号通貨で資金を減らした人がなけなしのね、お金空になるよりも先に少しでも残して、そして撤退した先でやっぱりね、少ない金額で逆転しようと思ったら別の投資を探すんですよね。投資ってやっぱり基礎的なことを勉強しないと勝てないと思うんで、どんなことでもそうですけどね、お金が絡んでくるんで、投資する先には別の投資家がいらっしゃって、その投資家が自分よりもヘボかったらいいんですけども、ヘボい人ってあんまり生き残らないんですよ。ずっといる人ってずっと勝ってる人なんで、基本的にずっと負けてる人って資金がなくなって退場するんですよね、どっちにしても。だから学んでいかないといけんなと、そしてそれを受け継いでいかないといけないかなってところですよね。なんかビジネスをやっててよかったっていうのは、自分でお金を生み出すトレーニングをしてたわけじゃないですか。で、それっていうのは投資でも同じようにお金を生み出す場所に行くっていう意味では勝ち切らないといけないんでね。だからいろんな言い訳をしてできなかった、分からなかったっていう人はもちろんいると思いますけども、そういう人は資金を残せないし、不満だけが残って成功体験っていうのは過去の遠い記憶になっていくのかなってところですよね。常に成功体験っていうのは闇にあるわけじゃなくて、今まさに目の前に明るいところになければいけないのかなと思いますし、どんな苦しい時があってもね、ただやっぱり、希望を見出して、そこに手を伸ばして、それをつかみきるような明るい気持ちを持っていかないといけないのかなというところでございます。暗い気持ちになってもね、逆転できることはありませんから、気持ちだけでもね、しっかり持ち上げていった方がいいんじゃないかなと思いますね。でも FX っていうのは本当よくって、値段が下がろうが上がろうが利益を取るポイントっていうのは必ず出てくるんですよね。で、暗号通貨って一回仕込んでおいた、取得単価が高ければ含み損抱えるだけなんで、やってられないんですよ。で、情報発信ビジネスも結構似たようなところがあって、その発信する情報っていくらでも変えられますからね。町内会っていう情報コンテンツ、子育てっていう恋愛コンテンツ、いずれも、やっぱ売れるわけですよね。で、売るための経路っていうのも、自分でメディアを構築してオンデメディアで育てていけばいいんで、やっぱり情報発信に尽きるのかな。集めるための情報発信と、商品としての情報発信と、それからセールスするための情報発信、この3つの情報発信の手法を使い分けることによって、どんな暗いところからも明るいところへ出ていけるのかなっていうのが、今日のオチですかね。じゃあ行ってきます。